田です。今日はちょっとね、自分の持ってるアイテムでミニトランポリンとこの補助台みたいなのがあるんだったらドンキーあるじゃないですか。そのドンキーの連続っていうのを練習できるんじゃないかなと思いまして、それをね早速やっていきたいなと思います。ドンキーって単発だとまあ難しいけどできるっちゃできると思うんですよ。こっからせーのって、コツが分かればバク転でね絶対必要な動きなので、こっからねまあなんとなくバク転を練習してる人とかはこんな感じでできるんじゃないかなって思うんですけど、連続ドンキーってなかなか難しいよね。何が難しいって、こっからさくってやったのに次ここが難しい。でこれ難しいからどうやったら緩和できるかなって思いまして、床がさ跳ねたらまだやりやすいのかなって思いまして、それでこの装置、これとこの装置、これでさまあちっちゃくてもいいからこうやるじゃないですか。これでピョンピョンってやれば、ほらこれでこうやってこうやってやればね、ちっちゃくてもドンキーの連続ができるから、これ慣れていったらまあ大きくしていけばいいんだけど、感覚がさ分かるって絶対必要だと思うんですよね。なのでこれでこんな感じっていうのが分かっていったら、ここで大きくしていってもいいし、床でねこう大きくするような感じでポンポンとかやってもいいよね。なのでまあこのねミニトランポリンを買った暁には何か補助台になるものを置いてやったらねいいんじゃないかなと思いまして、この練習をねやってみました。もしよかったら参考にしてみてください。あれでもねちょっと久しぶりに家の中で物を使って練習っていうものをやったような気がするんですけど、あとついでになんかやろうか、何やるこれで、あと何できるかな、あとそうだ、バク転で起こしてくる場面をちょっと本格的にするっていう練習とかもできるかもしれないですね。どういうことかっていうと、例えばこれなしでやるとしよう、バク転でここから起こすっていうね感じでやるとしたら、こうではないんだよね。バク転ってこうさ手ついて戻ってきたとさ、こっからさこういう感じで後ろにねこう戻していきたいから、本当は、まあ、もうちょっとこっちに やりたいと。だからこの障害物を置いておくことによって、こっからせーよしと起きるじゃん、体を起こすっていう練習になるんじゃないかなって。これ慣れてきたら話せば話すほどいいけど、まあさすがにこれとかはやりすぎだから、その辺はねちょっと調整必要かもしれないけど、そんな感じで、まあ、ある程度できるようになったら、こっから体を起こすみたいな、こんな感じで、ロンチューの叩きつけ、ここの部分はこの練習すごいいいかもしれないね。こういう感じで、こっからせーの、よいしょみたいなね。まあ、そんな感じでね、練習してみるといいんじゃないでしょうかね。そんな感じで、今日はちょっと短めの動画ではあったんですけど、もしよかったらやってみてください。以上、ミラクルでした。バイバイ。